皆さんこんばんは、MKです。ポケモンレジェンズアルセウスパート77やっていきましょう。今回から無点連戦というモードで遊んでいきたいと思います。どうやら無点連戦とは今まででいうバトルタワーみたいなモードらしいです。連続でポケモンバトルをして何連勝できるかという感じですね。でコメント欄の情報によると、これ50連勝した時に、こちらトレーナーカードというか、まあ団員証か、ここにマークがつくらしいんですよ。なので今回は50連勝を目指して無点連戦の方を遊んでいきたいと思います。50連勝結構難しいのかちょっとわかりませんが、なんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして一応実況外で少しだけポケモン育てておきました。あとは技構成とかも変えてますので、さらっとだけ見ていきましょう。もちろん頑張レベルは全員マックスでございます。でアルセウスは瞑想を積みまして、でディアルガは時の方向がね、ちょっと命中が不安定だから竜の波動、積んでおります。命中不安定だよね、確かそうだよね。で次にパルキアが悪空切断よりも竜の波動の方が、まあ急所には当たりにくくはなりますけど、命中がいいのでちょっと竜の波動に変えました。で水の波動をね、ハイドロポンプの代わりにもう一個積んでおります。まあハイドロポンプも積んでるんだけどね。でダークライがそのままで、ゾロワークは、悪タイプに何もできなかったので、一応サブで火炎放射持たせておきました。でジュナイパーは羽休めですね。リーフストーム多分バトルタワー的な感じだったら使わないと思うので、まあ羽休めにしたと。で一応ディアルガパルキアも100レベルまでは上げておきました。その他は90台ですけど、まあなんとかなるでしょう。ということで早速レッツゴー無点連戦。これちょっと待って、あんまりさ詳しくシステム分かってないんですけど、まあ説明してくれるよね、大丈夫だよね。誰かが呼びかける、声が聞こえる、呼びかけに答えますか。もちろんです、やっていきましょう。いや緊張すんな、もうこれ本当にクリア後コンテンツだからさ結構むずいと思うのよまあでもマークつくんだったらさすがにやりたいよね。ということでやってきました。ここはアルセウスと戦った場所ですよね。おお、アルセウスがいました、本物だね。私が持ってるアルセウスはどうやら分身みたいですので、ようこそ無点連戦の世界へ。どこまで勝ち続けられるのか、あなたの実力と運を信じてどこまでも挑み続けてください。そうポケモンバトルは運も大事ですからね。一戦目です、何をしますか。じゃあ挑戦する相手を選択、どのような特徴の相手に挑戦するか選んでください。攻撃自慢、防御自慢、矛盾、矛盾というか、ホコタテ？ホコタテって何？この相手に勝利すると8ポイント得られます。ポイント？ポイントって何？まあ、よくわかんないけど、ホコタテってなんだろう？え？わかんない。ザシアンザマゼンタじゃないしな。ちょっとわかんないから受けてみましょうか。あー、そういうことか。え？待てよ。トリデプスとラムパルドってこと？それとも、ラムパルド1体だけ？どっち？うお、2体か！そのパターンもあんのね。まあ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 、なんとかなるか。じゃあ、さばきのつぶてをラムパルド。いや、どっちから行く？ちょっと待って。ああ、どっちも60か。まあでも、ラムパルドから行った方が良さそうですよね。じゃあ、さばきのつぶてラムパルドに打っていきましょう。まあ、さすがに一発よ。相手60レベルだし、ラムパルドはそんな、耐久高くないんでね。で、素早さは高いけど、さすがに100レベルのこっちが勝っている。ということで、ラムパルドを倒しまして、トリデプスがアイアンヘッド。まあ、それは全然食らわない。で、急所でそれか。でさ、これ、ああ、いやでも、さばき使うしかないよな。はい、じゃあ、破壊光線の方が威力上がるかと思ったけど、そっか、さばき以外はタイプ変わるわけじゃないんだもんね。はい、じゃあ、さばきのつぶて、いっけい。いや、破壊光線のノーマルも今、タイプ変わるのかと思っちゃった。勘違いしました。はい、ということで、オッケー、倒したぞ。これで1連勝か。まあ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 、まだ1だからそんな難しくないでしょ。こっからだと思いますよ。勝利したことであなたは8ポイント得ました。このポイントって何？バトルポイント？違うな。このように無点連戦では勝利するとポイントを得ます。手にしたポイントを使い願うことで戦闘前に様々な効果を得られます。効果？ん？どういうこと？なんだ？2戦目です。何をしますか？願いを言う。ちょっと選んでみましょうか。何を願いますか？戦闘ポケモンの入れ替え、HP を回復。あ、待って。わかった。そういうことか。これさ、HP と PP はじゃあ何？自動回復じゃないの？やばくない？だとしたら、裁きのつぶて PP5 しかないぞ。わ。いやでもポイントマックスとかねえしな。あー、なるほど。HP とか PP とか、あとはポケモン入れ替えとか。
この辺はじゃあポイントでやるのね。じゃあこれ結構ポイント大事だぞ。よし、挑戦する相手を選択。岩飛行毒は誰がいいかな。まあ、飛行は、3ポイント。あ、ポイント少ねえな。もうちょっとポイント高いやつない。毒3ポイント。次は岩も3ポイントか。じゃあ岩でいいよ。よし、行きましょう。何が出てくる？またかい。おいおいおい、面白くねえな。なんか242分の1だぞ。なんでこんな連続で同じポケモン出る。よし、じゃあさばきのつぶて使っていく。ほんとだ、ピーピー回復してね。ピーピーこれさ、バトルキャッスルね。バトルキャッスルって言ってみんなピンとくるかわかんないけど、ポケモンのハートゴールド、ソウルシルバーとかプラチナにあったやつで、コクランとね、カトレアが、カトレアはでもみんな知ってるんじゃない？そうでもないか。カトレアはブラックホワイトの、四天王でもいましたもんね。で、そう、その時もね、こういうシステムだったんだよ。ポイント集めて、そのポイントで回復していくみたいな。挑戦する相手を選択。カマ、オノ、巨体、飛行。巨体ってなんだ？ 6 ポイント。いやー、でも巨体は嫌だな。カマ、オノは8ポイント。これいこっか。多分ね、ストライク、ハッサム、バサギリあたりっしょ。よし、行きます。ストライク、ハッサム、バサギリ、3体じゃなかったらいいな。ストライクと、だけで、いや、でもだけで8はありえないな。多分、バサギリはいると思う。ああ、だよね。で、どっちも60レベル。じゃあ、まずは、こっちから行こうか。バサギリに、さばきのつぶて。いや、ストライク。いや、バサギリっしょ。バサギリの方が多分攻撃高いから、こっちの HP を考えたら、ここはこっちにした方がいいと思います。っていうか、さばきのつぶての PP がマジもったいない。これ破壊光線でいくか、次。次のさ、ストライク破壊光線でいいかもしれん。で、岩砕き。まあまあまあ、これはしょうがない。で、守りの力弱まってるけど関係ない。ここ破壊光線いきます。ちょっと PP もったいないんで。はい、一回タイプ1ではないが、まあさすがにいけるよね。相手60だもんね。はい、ストライクやっつけました。これで3連勝か。結構50遠いか。いや、でもそうでもないか。なんだかんだいけるか。はい、ということで、またポイントを得まして、次の相手いきましょう。4戦目、相手が、炎霊獣鋼。ちょっと待てよ、霊獣はボルトロス、トルネロス、ランドロス、ラブトロスの誰かだな。霊獣いくか。よし、霊獣で、この相手に勝利すると7ポイント得られます。よろしいですか？よろしいです。ポイントはね、多分ね、これ残しといた方がいいと思う。ラブトロス、フェアリー飛行だから、これ破壊光線でいける？いやー、怪しいか？いや、でもタイプ1っしょ。いけるよ、破壊光線で。いけい、タイプ1破壊光線、ラブトロスを倒せばこれ力だったな。今の力技の方が良かったかもしんない。うわ、でもそれはわからんて、ラブトロス耐えてくると思ってないもん。で、ムーンフォース、まあ、しょうがないな。これはある程度受けざるを得ない。攻めの力が弱まってるけど、あ、待って、自己祭あんじゃん。これ自己祭一回打っといてさ。いや、で、まだいいな。まだその段階じゃねえわ。はい、破壊光線。自己祭打っとけば、これ、あれだな、HP を回復が、ちょっとこう、なんだろう。まあ、節約できるから、ポイント。ちょっと自己祭大事だな。あ、だったらディアパルとかも眠る覚えさせておいた方が良かったかもしんない。まあでも今更それ言ってもしょうがないな。じゃあ5戦目いきましょう。相手が炎フェアリー幼き者。幼き者って何？2ポイントだったらいいや。炎が3ポイントで、フェアリーが、はい、3ポイントか。じゃあ炎でいくか。炎タイプを選んで、ここで、はい、とこれさ、パルキアに変えよっか。おっと、あー、そっちか。まあ、だとしてもパルキアだな。ここは、そうだね。相手多分水の技、いや、水じゃない。炎の技よ。ごめん、間違えた。炎の技打ってくると思うんで、ここは、そうだね。パルキアに変えて、一旦、まあ、受けると。半減というか、半減の半減 0.25 倍で受けると。で、ここからだよな。これ電気技打ってきたら当倍。あーと、こっちで打てる。じゃあ、ここ、大地の力でいけるような。いや、でも、タイプ1考えれば水の波動か。そうだね。タイプ1水の波動が90なんで、こっちの方が食らいますね。はい、ロトム倒せるか。オッケー。まあ、ロトムはそんな耐久振ってなければ高くないからね。はい、オッケー。これってさ、次パルキアからになる？それともアルセウスからになる？どうなるんだろう。はい、3ポイント得ました。はい、次行くよ。ガンガン行くよ。6戦目。挑戦する相手が、炎、地面、ゴースト。これ炎を選んで、
またパルキアで戦った方がいいよね。よし、じゃあ3ポイントよろしくお願いします。行きましょう。パルキアからだ。うおっと、そっちか。だったら、あ、うわー、アルセウス来たか。ちょっと待てよ。いやでもさ、こっちが先手だよな。80レベル。いや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 、さすがにでしょ。パルキアに変えて大地の力が打てれば、これ4倍弱点なんでいけると思う。ヒードランが来ると思わなかったな。まさかの順伝。はい、じゃあここパルキア、これ打てるよな。こっちだよな。ターンオッケー、来た。そしたらここ大地の力、力技で打っとくかの方が確実だな。4倍弱点だから力じゃなくてもいけるとは思うよ。でも確実に行こう。これで相手の攻撃1回食らうと食らわないじゃ大違いなんで、 PP1 ぐらいケチってらんない。オッケー、もう確実に行きます。はい、力技でヒードラン倒しましたと。よしよしよし、いいぞいいぞ。お、結構経験値ももらえてんな。ジュナイパーがレベル92に上がりました。よし、ガンガン行きましょう。で次が7戦目。まあバトルタワー的に言うとここで1回休みなんですけど、そういうシステムはないんだろうな。虫攻撃自慢、地面攻撃自慢は6ポイント。行くか。攻撃自慢誰だろう。攻撃た、おっと、まさかのミラーか。まあこっちが出せばミラーですけど。これどうすっかな。ジュナイパーね。ジュナイパーは、これアルセウスで受けるよりだったら、抜群つけるのはダークライか。あー、ゾロは、いやーでも、いやダークライだよな。か、ジュナイパーに変えてブレバウつか。いやでも相手ブレバウってくる可能性あるから。いやーでもここアルセウス行くか。てか破壊光線で倒せない、さすがにきついかな。こいつ耐久そんな高くないイメージあるけど、これさ、破壊光線を、分かった、いや、さばきを力で打っちゃって、どうせ PP1 だからね。で次 PP 回復すっか。そうだね。よし、じゃあここさばき、力で打っちゃいます。でこれ力技でも関係ないんでね、 PP1 だから。はい、一応したらここ力技、いやさすがに一発っしょ。草、あ、てか一発よ、これ4倍弱点だもん。草格闘だもん、ジュナイパー。飛行は4倍弱点です。オッケー。まあ多分力じゃなくても言ったけどね。はい、ということでオッケー、これで7連勝バトルタワー的には一区切りなんですけど、まあまあまあ多分そういうのないよね今回。7回目の戦いを突破です。6ポイント得ました。よして、ちょっと待って、 HP じゃね、 PP 回復したいな。どれぐらいかかるんだろう。 PP 回復、PP 回復しますか。え、30ポイント嘘、え、かかりすぎでしょ。え、だったらしない。30ポイントもかかんの。ポケモン入れ替えは2ポイントか。これ入れ替えるわ。次、待って、次のやつ見てから入れ替えよう。相手の願い、あ、願い、間違えた間違えた。相手の選択で、暴れ者、暴れ者虫フェアリー。暴れ者ってなんだ、キングか。これ、わかった。じゃあ願いを言うで、戦闘ポケモンの入れ替え、ダークライにします。ダークライに変えて、で、願いが叶った。で、行きましょう。暴れ者戦っていきます。暴れ者。これ格闘タイプかな ?7 ポイント。格闘タイプだったらあんまりダークライじゃない方がいいな。おお、おい、ギラティナか。しかも BGM、ちゃんとそっちになるんだ。あー、でもギラティナだったらよかった。こいつゴースト入ってるんで、悪の波動でいけますね。いや、ダークホールからのたたり目っていう説もあるな。これ多分ね、悪波1回じゃ倒せないのよ。そう考えればダークホール打ってたたり目で130の260、あー、でもダークの波動の方がいいのか。じゃあ悪の波動打ちます。ここは 1.5 倍だ。あー、そうだもんね、悪の波動。オッケー、あー、これだったらでも力で、うおっと、波動弾覚えてる。いや耐えるっしょさすがに。オッケー、あぶね。っていうかギラティナ出てくんだここやば、普通にギラティナ80レベルと戦わないといけない無天連戦、えぐくねなかなかえぐいと思いますけど、まあ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 、やるしかないからね。はい、ということで倒しました。次7ポイント得まして、ガンガンいくよ。9戦目。はい、挑戦する相手はゴースト草。1つ目、1つ目ってなんだ。5ポイント。1つ目って誰だ。ちょっと待てよ、1つ目、ジラーチしか思いつかない。ジラーチ、あー、でもポイント高えな。順伝か。1つ目って誰。え、がダンゴロしか出てこないんだけどダンゴロ、いや絶対違うだろう。行くぞ1つ目。あ、お前かよ。なんだい、ビビったわビビらせ損だろ。なんだ、コイルか。コイルだったらちゃちゃっと倒すよ。じゃあここはまあ悪派でいいや。いや、ちょっともったいねえか。たたり目2発でもいけるから、たたり目2発にしよう。はい、ここたたり目、オッケー。あー、力でいけたな。まあまあまあ、しゃあね。ラスター、あー、力でいけたな。ちょっと
った今体力もったいない、まあまあまあいいでしょう、じゃあたたり目2発打ってコイルを倒していく。このダメージ感覚がねちょっとまだ私ね完璧じゃないんだな、アルセウス。たたり、ああそうなんだよな。まあまあまあでもしょうがない、今のは力技はもう結果論だから、それは。はい、ということで次が10戦目ですね。もう5分の1か、結構早いね。じゃあ挑戦する相手ドラゴン、またほこたてあったな。ドラゴンがちなみにポイント7か。うわー、ドラゴンだったらでもダークライじゃない方がいいんだよな本当はな。いや行こう、行きましょう。相手が誰で、おーっとお前か。ちょっと待ってよ、しかも やっぱり BGM はちゃんと変わるんだな。パルキアが来るんだったらダークホールしかないね。ダークホールを打ってたたり目で攻めよう。オッケー、当たった、ナイス。これで相手がねずっと寝てくれてたら嬉しいんだけど、そんなにうまくはいかないと思うんだ。眠気に襲われてるけど攻撃はしてくるよね。そうだよね。早技、これどうなる。ハイドロポンプ耐えるんじゃね、一回早だったら。どう、ダークライ、オッケー、ナイス。でこれさ、やられたらどうなるんだろう。これやられたらさ、いや多分 HP1 だよな、多分大丈夫だと思うけど、一応変えるよ。ここパルキアのミラーにするか、寝てるからここは、あーそっか、うわー恨みつらみ覚えさせてきてねえもんな。パルキアミラーで大地の力じゃねえや、竜の波動が現実的か。ディアルが出すよりだったらミラーだよな。よし、オッケー。じゃあここはダークライを一回引いて、相手守り下がってるんで、パルキアでこれ攻めます。オリジンなんでこっちの方が威力というか攻撃は高いはず。で竜の波動、力、いや力じゃない方がいいと思う。普通に言うと相手防御下がってるから、だとしても2発、うわーいけた。あーまあまあまあ、だったら力の方が確実だったけど、まあ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 それ結果論だから、結果論言ってもしょうがないからね、ポケモンバトルは。はい、ということで勝ちました。10回目の、戦いを突破です。7ポイント得ました、ありがとう。うわ、これ PP 回復しねえと結構あれだな。素早さ自慢、攻撃自慢、一つ目また出てきたな。攻撃自慢8ポイントか。これ素早さ自慢はちょっと行ってみる。8ポイント、よし行こう。素早さは誰が出てくるだろう。はい、おっと、マニューラか。マニューラ微妙だな。うわー、マニューラ微妙だな、めちゃくちゃ微妙だな。これ攻撃はそうだよね、こっちからだとこうなっちゃうから、相手がこれ格闘打ってくる読みで、あ、道具使えない、分かってるよ。格闘打ってくる読みでゾロアーク変えて火炎放射打つか。それだね、多分ね、相手これドレパンとか、なんか波動弾じゃねえや、なんか打ってこねえか格闘技。おっと、まだこっちのターンか。じゃあここは火炎放射、力でいけね。いや、やめとこう、やめとこう。ちょっとね、タイプ1じゃねえから怪しいんだよ。あー、いけたな、力で。そして待って、マニューラ90レベルになってんな。早技、アイアンテール。それは大丈夫っしょ。オッケー、タイプ1じゃないもんね。で、相手がもう一発アイアンテール。まあ、結構食らうな。まあまあまあ、しゃあね。じゃあここは火炎放射で落としていく。力でいけたか？なんか、思ったより力技とかちゃんと使わないと、あんま後々良くないかもな。待って、これアルセウスをさ削られてんのが、削られてるっていうか PP 削られてんのがえぐいのよ。思ったよりね、裁きのつぶてが PP 的に使えないんだよね。ちょっと待って、ポケモン入れ替えします。パルキア戦闘の方がいいかな。いや、ディアルガにすっか。ディアルガ戦闘にします、一回。でここでまだ PP とかは回復しなくていいと思う。12戦目いきましょう。どのような特徴の相手に挑戦するか選んでください。未来の始まり、未来の始まり？なんだこいつ。8ポイント。で、不思議な形8ポイント。これアンノーンじゃねえか、不思議な形って。暴れ、おっと、10ポイント。10欲しいよね。行こう、10ポイントで。暴れ者は、あんただよな、そうだよな、2回目だよな。で、90レベルになってるんで、ちょっと油断ならないな。一応こっちが時の方向あるから、これ時の方向力でワンチャンいけね。威力100、いや、いけるだろう、当たれば。打つよ、時の方向力、いけい、当てろよ、ナイス。これワンチャン一発じゃない、一発だったら超でかいんだけど。ギラティナ、どうだ、オッケー、ナイス。さすがディアルが強い、時の方向がね、もうシンプルに威力が高すぎ。時の方向めちゃくちゃ強いじゃん。はい、ということで10ポイント得ました。暴れ者はギラティナね、覚えとこう。で次が、はい、おっと、封印、素早さ自慢、メス？メスってなんだ？メス？わかんねえな。クレセリアか？メスは何？ 7 ポイント。ちょっと待てよ。
素早さ自慢が8ポイント。封印はね、多分ね、これ、ユクシアグのメモリって、いや、違うな。違うな。素早さ自慢が一番高いから、これでいこっか。はい。これ、またマニューラかな。マニューラ、おっと、あんたなの ?B クイーンってあんまり素早さ自慢のイメージないけど。まあ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 。出てきたなら倒そう。で、こっちがまあ、ラスカの竜の波動。これさ、いや、こいつ耐久高えから、どうせ確認だと思うんだよ。だから、力技を打ちません。竜の波動2発で落とそう。はい。おっと、あ、なるほどね。だったら次力でいける。次の力技で倒せるか、時の方向を打つかなんだけど。いやー、でもここは力だな。竜の波動力技で倒せるはず。いや、でも割合、いや、いけるよな。多分大丈夫。この割合だったら力技で倒せる。いけい、どうだ、うーわ、なんかそんな予感もしたんだよ、今。マジか。まあでもそんな相手の攻撃、これ食らってないからいいよ。で、もう一発来るっしょ。はい、虫のさざめき、いいよ。それぐらい受けよう、甘んじて。で、ここで、PP もったいねえから、ラスカノで倒すね。うわ、PP 回復できないのがえぐいな。さばきのつぶての PP5 なんだよ。これ、PP 回復を、ちゃんと、ちゃんとしたタイミングでやんないとダメ。まあ、負けそうになったらでいいな、でもそれは。はい、次行くよ。まだまだいける、このまま。14戦目。で、相手が鋼攻撃自慢、夜行性。夜行性7ポイント。夜行性ってなんだろう。攻撃自慢が8ポイント。鋼ってもしかしてこれディアルガか ?4 倍違うな。違ったわ。だったらここをまた攻撃自慢行くか。8ポイント。おらい誰だろう攻撃自慢。おお、バサギリか。バサギリだったら、まあ、竜の波動か。大地。いや、でも、どうだろうな。あ、そっか、ラスカノあるじゃん。じゃあラスカノでいいわ。ラスカノこれ力で倒せる。うわー、怪しいよな。相手の攻撃これそんな受けないと思うから。いや、でもいけそうだな、特殊だし。ちょっとかけていい?力技。バサギリ力のラスターカノン一発でいける予想なんだけど。と、どうだ ?OK いった。よかったよかったよかった。こういうのは力技。打ち勝ち。打ち損じゃなくて、打ち勝ちね。もうこれ相手からなるべくダメージを受けないように倒さないと、次に繋がんないからさ。はい、ということで、次が15。結構早いね。ガンガン行くよ。水、巨体、暴れ者。巨体が9ポイント。これさ、MK さんの予想なんだけど、レジギガスだろ巨体って。お暴れ者10だな。行こう。暴れ者ってあいつだから、ギラティナだから。で、ギラティナは、おオリジンかでも。オリジンフォルムね。あ、オリジン間違えた。こっちがアナザーね。アナザーフォルムね。アナザーの方が耐久高いんだよな。ちょっと待てよ。いや、変わんねっけ?ちょっと、うろ覚えだわ。時の方向力でもうこれ多分倒せるから行きます。当てろよ。まず OK ナイス。もうこれ当たんなかったらシャレになんねんだよ。はい、時の方向力、ワンチャンこれ力じゃなくても倒せるけど、でもダメ、そういう賭けしたら怖いから。はい、もう確実に10ポイント取っていきましょう。 OK で PP なんだよな。そろそろ PP 問題がちょっと直面してる。まあでもまだまだいけるよな。はい、次、湖、おっ湖はあれだろ。おお、15ポイントやるしかねえな。15ポイントはやるしかねえな。ユクシーアグのエムリットなんてどう考えても。ユクシーが来た。そんな強くないっしょ、言うて。え、待って、これさ、3匹。さすがにか。うわ、待って !3 匹か !70。これ力だ。3匹は効いてないな。3匹かよ。ちょっと待てよ。竜の波動を。うーわ、マジ。これ、いや、でもさすがに耐えるよ、全部。大丈夫、いけると思う。まず、竜の波動、力で打ちます。これ、力じゃないとね、一発で落とせないと思う。ワンチャン力でも落とせないと思うんだけど、どう?うわー、くっそ!それが一番意味ねえんだよ。それが一番意味ない。で、OK、ナイス。いつも様子伺ってて。伺ってていいよ。ダブルアタック、うーわ、やばい。これさ、エムリットから倒しに行った方がいいな。エムリットワンチャン、いける?ちょっと待てよ。アグノム、解放者。これ、やけど引くなよ、マジで。やけど引いたら終わる。もう、最悪なんだけど。これさ、ユクシー、エムリット行かないとダメだ。エムリットが上がってっから。これ、時の方向打つわ。時の方向を、普通に打っても、流派の、さっきのイメージ感覚だった。あ、いける。普通に打っても倒せる。当てろよ、マジで。ディアルガ。当てろよ、お前。よし、ナイス。時の方向でもエムリット先倒しとかないと、これダブルアタックしてたから、おい!マジ!うわ、マジ!ちょっと待って、やられた。マジやられた。これはマジ。これはマジだ。これはマジでやられた。待って。
でもそのさ、ギリタイほんとやめて、ほんとギリタイだけやめて。あーナイスー、命中不安定使うからそうなるんだよ。で待って、これエムリットから倒すわうーわ、もうなんでそうなるんだよ、ちょっと耐えないでよ。じゃあ竜の波動で倒して、これさ、リアルが大丈夫だよな。ちょっと待って、ユクシーのさっきのシフトが怖えな。これ一気にサイキネとかでも、サイキネは大丈夫だけど、早技火炎放射、これさ、早技打ってきたってことは多分もう一発打ってくんだよな、火炎放射。大丈夫か、ユクシーが。マジカルシャイン、これはどう。あーやべ、これやけどさえ引いてなければなんとかなってたで。待って、これさ、リアルがやられたらどうなんの、それが怖えんだよな。やられた時に終わりだったらやばくね。このディアルがもう一生使えませんだったらやばくない？さすがにそれはありえないと思うけど、でもちょっと念のため変えさせて。うわ、どうなんだろう。あのね、バトルキャッスルの時は瀕死になっても体力1で復活してたんだよ。その仕様だったらありがたいけど、でもわかんねえからな、それはもうやるまで。はい、じゃあアグノム水の波動で倒す。このギリタイほんとやめてほしかったな。ギリタイ連続ほんとやめて。でここ竜の波動2回でいいわ、これどうせ力技でもギリタイするんでしょ。はい、普通に打って、ここ、まあこれは力技でいけたってこれは力技でいけたよ今度はまあそんなもんだよ人生。はい、ということで竜の波動で倒していく。 OK。 いやでも15ポイントはでかいよ。だって PP 回復が30ポイントだから、15ポイントってことはもう半分、 PP 回復の半分のポイントを得たってことだからね、これはでかい。よし、いいよいいよいいよ。で17戦目、挑戦する相手を選択。で相手が草鋼、南国の雪山ってなんだ。4ポイント、南国の雪山、はいあんまピンとこない。アローラの、いや関係ないな。草が4ポイント、鋼が4ポイント。まあ、鋼でいいわ。いやでも待って、ディアルガが鋼だ。ああ、余裕よ。これは大地の力で、まあ一発ですね。相手4倍弱点なんでね。で、こっちの、ああ、いや、大丈夫っしょ。これ力いく？念のため力でいくか。そうだね。念のため力でいこう。いや、多分大丈夫だよ。多分大丈夫だよ。これ、相手90だから。多分大丈夫だけど、念のため、念には念をよ。念には念をで、ちょっと、やらせてください。はい、これ力技で倒す。そしたらさ、ちょっと待ってね。次は？17回目突破だけど、一回回復した方がいいと思う。相手によるな。飛行、三日月。これポイント高いっしょ。8。ちょっと待てよ。で飛行が4。いや、もうだったら、クレセリア倒すしかねえ。で、クレセリア倒すんだったらダークライだから、願いを言うで、戦闘ポケモンの入れ替え2ポイントだ。あ、間違えたじゃん、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ間違えてんじゃん。うわ、2ポイントもったいね。今のもったいね。これじゃあダークライに変えて、もうしょうがないよな。で、ここで、HP、PP どうする？ P、待って、PP ってこれ全員回復すんの？だったらまだだな。HP は？あ、HP はポケモン選ぶんだ。なるほどね。ダークライもちょっと体力ねえな。ダークライの体力回復してクレセリアにつなげるか？そうだね。ダークライ回復します。ちょっともったいねえけど。はい、願いが叶った。で、今102ポイントあるから、もうちょっと回復するよ。ディアルが回復した方がいいと思う。確実に。OK、ディアルが回復します。で、こんなもんでいいと思う。よし、82ポイント。じゃあ次回ちょっと、このは、これは相手を毒。おい、これやっといた方がいいだろう。クレセリア耐久やばいよ。いやでもなんとかなるか。これはやんなくても。よし。じゃあそしたら一旦これぐらいにして、ちょっと、次回じゃあ18戦目から行きたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。